いらっしゃいませ。川村百貨店にようこそ。オーナーの川村彩乃です。今回は来る11月24日開催のアンジュルムコンサートツアー2023秋11人のアンジュルムベスト11の商品の中から素敵な商品をご紹介したいと思います。今回お手伝いいただくのはこちらの方です。はじめまして、川村百貨店屋上のペットランドです。川村さん、自分のお名前を。すみません、川名凛です。よろしくお願いします。初登場の川名さんです。よろしくお願いします。はい、ペットを飼うというのは人生においてとても大事なことだと思いませんか？はい。私は10年以上魚と一緒に暮らしていて、ご飯を食べるときは目を合わせながら食べるんですよ。おー、とっても素敵なことだと思いませんか？そうですね。はい、皆さんペットをたくさん飼ってください。カーンさん、そろそろアンジュルムのグッズ紹介を。すいません、私緊張しちゃって。カーンさん、それは？わあ、ソロバンダナ。メンバーカラー11色に展開された実用的なバンダナです。アンジュルムの文字やビッグラブの文字がさりげなくプリントされています。これは全色欲しくなっちゃいますね。お友達へのプレゼントにもいかがでしょうか？毎日その日の気分で違う色を楽しむのもありですね。続いてご紹介するのはこちらです。わあ、かわいい、コーデュロイミニトート。これからの季節にぴったり、アンジュルムの文字が刺繍で入ったコーデュロイ生地のミニトートバッグです。スマホやお財布だけ入れて近所にちょっとお買い物とかに便利そう。街をたっぷり設けているのとボタンがついているのがポイントです。OL さんがお昼に出かける時のランチトート的な感じですね。はい、大きい牛ガエルでも6匹は入ります。牛ガエル？あ、すみません、赤ガエルとも言います。いや、そんなこと聞いてない。トートバッグはこれだけじゃないんです。話変える？こちらは少し大きなコーデュロイトートバッグ。これも素敵。ネイビーとグレーの2色展開で、こちらも同じくアンジュルムの文字が刺繍で入っています。両方ゲットしてその日の洋服に合わせて使い分けたいですね。はい、ちなみに A4 サイズのピンナップポスターがフードごとたっぷり入ります。牛ガエルもたっぷり入りそうですね。今カエルの話はやめましょう。あ、そっち。続いてご紹介するのはアクリルケロック。ケロって言うてるし。ツアーロゴをアレンジして1から11の数字とアンジュルムの A マークを文字盤にしたポップで可愛い置き時計です。今回の秋ツアーの記念の一品ですね。お部屋のインテリアにぜひ。続いてもこれからの季節にぴったりなこちら、ポケットがついたラグランスリーブトレーナー。左肩のプリントとカーキグリーンの見せタグがとってもおしゃれですね。今人気の段ボールニットを採用、軽くて保温性にも優れています。サイドについたポケットがさりげなくアクセントになっていて、シルエットも今風でいいですね。色はサンドカーキの1種類、サイズは M、L、XL の3サイズございます。続いてご紹介するのはおなじみアクリルスタンドキーホルダーです。今回の秋ツアーのステージで着用している衣装から A、B、2種類のアクリルスタンドキーホルダーが登場します。モノトーン衣装とカラフル衣装、どちらも全員分揃えて飾りたくなっちゃいますね。飾りたくなっちゃうといえばこちらもございます。飾りたくなる11人のフェイスタオル。こちら薄手のマイクロファイバー素材にプリントされたフェイスタオルサイズの商品になります。寝室の壁に貼ったりして寝る前に眺めながらお休みいただくのもいいかもしれませんね。新メンバーの2人もすっかりアンジュルムの一員になりました。その他にも生写真やピンナップポスターなど数多く取り揃えております。お求めはアンジュルムのコンサート会場または E ラインナップモールにて、皆様のご利用お待ちしております。以上、川村百貨店のオーナー川村彩乃とペットランドの川名凛でした。ありがとうございました。